人間はみんな自分たちの望んだ通りの現実を作る力を持っているのに、そのことを知っている人は少ない。これから人間は少しずつそのことに気がつき始めていく。Thank you.
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 神谷。どうやら気づいたようですね、私の意思に。俺たちは自分が存在する世界を望む。選択はなされたようですね。行こう。強くなった。わずかの間にあまりにも強くなりすぎている。その強さがいつかきっと破綻を引き起こす。私は始まりに過ぎない。
流れがあるぞ。大きな川のような流れだ。結界が破れたのはその流れの中の出来事なんだ。
界を選んで、私を選んで。戻せ、俺はこの世界を望んでいない。お前が俺の弱みに付け込んだだけだろ。なぜ、俺はお前を愛せない。どこの世界にいたって。嘘。Thank you.
りたい。危ない、殺される。ダメ、しっかりしろ。ダメ、ダメ。悪いこと何も感じないよ。あなたみたいな人に会いたかったんだ。
ありがとう。けど変だと思わない？え？直哉さん。何？そんな人本当にここにいると思う？しないで。きっと力を自分のものにできる時が来る。人間はみんな自分たちの望んだ通りの現実を作る力を持っているのに、そのことを知っている人は少ない。これから人間は少しずつそのことに気がつき始めていく。それが変革ってことなのか。でも、なんだ。それを望んでいない人もいる。お願いだから、力を放棄しようとしないで。